皆様、この度は動画をご覧いただきありがとうございます。表題にある通り、今回はニコニコ動画の皆様への謝罪となります。2024年現在、ニコニコ動画が過去に類を見ない大規模なサーバー攻撃を仕掛けられており、すでに1週間以上サーバーダウンしております。そして、ニコニコの復旧は、今現在、1ヶ月以上もかかる見込みとされています。僕自身、普段からニコニコ生放送をめちゃくちゃ利用させてもらっています。そのため、今、生放送ができないという状況を、僕も苦しく感じています。そんな中、ニコニコ動画の運営様が、この状況を打破すべく、ニコニコ動画 RE、カッコ仮っていう、サービス停止中もニコニコを楽しめる、即席の新バージョンのニコニコをリリースしていました。そこでは、懐かしの人気動画をコメント付きで楽しむことができて、今のこのニコニコがサーバーダウンしていて、いつ復旧するかもわからないという、今のニコニコユーザーの不安を少しでも和らげようという運営様のユーザーへの思いやりをすごく感じられる、そんな世界になっています。新しいニコニコ動画を3日で作ったっていうんやから、運営の皆さんが、エンジニアの皆さんが、どれだけ心血を注いだのか、正直、想像もつきません。なのにもかかわらず、その、新しいニコニコ動画を、リリース直後に、なんか、めちゃくちゃ荒らし回ってる不届き者がいると、一報を受けました。こちらです。血も涙もないやろ、こんな。こいつらは、この、マカウとかいう、意味のわからん念頭で、せっかくニコニコ運営が用意した、俺たちニコ中の、行き場を失った俺たちの避難場所を、憩いの場を、荒らしとる正真正銘のクズです。そしてこのマカウという意味不明で気色悪い連投を、僕が支持してるんじゃないかという、そんな声もたくさん上がっています。DM、メール、リプライ等でたくさんそういった声をいただきました。まず、この嵐によって、私、母校を連想してしまい、不快になられた方々、本当に申し訳ございませんでした。ですが、断固としては誓います。私は、このような嵐行為を一切支持したつもりはございません。この者たちはおそらく、まあ、その今、ニコ生とか、スピーチとかにはびこってる、まあ、特定の、まあ、界隈といいますか、まあ、もう言ってしまったら、もう救いようのないクズの集合体です。ただでさえね、ニコニコがサーバーが落ちて苦しい状況で、3日でやっと、即席のニコニコを作ったっていう、その状況で、まるで死体蹴りのような形で荒らし行為を働いて、しかもその荒らすネタもなんというかもう、昔のニコ動とか一切関係ないその、一部の人にしかわからんような何一つおもろないただの身内ネタです、これ。これを、おもろいと思ってやってるアホどもの中には、正直当然、
僕の視聴者の方もいらっしゃると思います。まあ、こういった方々については、まあ、僕が今後、こっぴどく叱りつけて、説教して、社会復帰の公正な後押しをさせていただく所存です。今現在こういった荒らし行為をされている方がいらっしゃいましたら、どうかやめていただきますよう、お願いします。そしてこのマカウとかいうゴミみたいな荒らし伝統については正直僕も最近まであんまりよく分かってなかったんですけれども、おそらく僕がこのゲームの大会に参加した時に入場のコールで僕がこんな風にこのモッコウと呼ばれたのがマカウに聞こえたため、それがなんかツイッチとかでコピペ化してみんな面白がってこう連投してるものだと認識しています。ニコニコ動画しか普段見ない、そういった身内ネタがわからない、またはその知ってても思んないっていう方が大半やと思うんですけれども、本当に再三になりますけれども、不快になられた皆様、本当に頭を逆させてください。すいませんでした。そして何よりニコニコ動画およびニコニコ生放送、まあ、ニコ動に関する全てのサービスのいち早い復旧を一ユーザーとして心より願っています。ニコニコ運営の皆様、エンジニアの皆様、おそらくこの一週間でもう心身ともに疲労されていると思います。どうかお体に気をつけて復旧作業を頑張ってください。僕はいつまで待っています。いつもニコニコさせてくれてありがとうございます。